是日本人吗？对啊，对啊，对啊。那这个叫什么？奇库啊。奇库啦。奇库啦。那老板可以借我一个吗？好，是你，你是老板吗？不是，他就是哦。他是，哎，真的，哎，就是他，哎，你们是朋友吗？啊，客人都好热情哦，以为是朋友哎。飛龍にやってきたよ。今日はですね、飛龍の美味しいご飯の食べまくりをやりたいと思います。テーマはガオズーの自毛流用でございます。早速1軒目のお店に行きます。1軒目なんかね、60年の老舗店らしいんで、ちょっともうすでに楽しみなんですけど、行きましょう。是早餐吗？还是？早餐、午餐一进门都很多人吃。其实蛮大颗的。酱料碟，你可以蘸那个甜辣酱。好，谢谢你。基隆的特産で豆干包，我も初めてすぎて何か分かんないんだけど、あ、お肉が入ってんだ。で、さっきラオバニアンが言ってたのは、なんか基隆の方はみんな知ってるみたいで、まあ人によっては朝ごはんとか昼ごはんとして食べるみたいで、ちょっと先にまあオリジナルの味いただきます。思ってたよ、味が薄い。おでんの具材でありそうな味わい。結構やっぱ豆腐の味が結構強いですね。でも中のこのお肉は割としょっぱめかもしれない。これスープに入ってるんですけど、白米と一緒に食べても美味しいかも。でなんかラオバニャンが言ってたのは、甜辣醤をつけて食べてみてねって。だからどんな味なんだろう。台北でも食べれんのかな、こんなの。いただきます。辛味噌つけた方がうまいわ。味がもうちょっとしっかりする。薄く食べたいんだったら辛味ソースなしで、もし濃い味が好きならこの甜辣醤つけたらめちゃめちゃ美味しい。これもしかしたらこのスープの中に直接甜辣醤入れても美味しいかもしれない。ちなみにこのお店は60年の歴史があるお店みたいで、甜辣醤直接スープにかけて高橋流の食べ方知っています。うまっ、めっちゃうまっ。あ、めっちゃうまいわ。ここはさっきのキーロンの台北の駅から歩いて大体5分ぐらいの距離なんで、ちょっとね、皆さんもキーロン来たらまずここ食べてみてください。你自己画吗？对，你自己画哦。对啊，请我朋友帮。ああ、真的。これ有名なやつだ。ああ、これ俺行ったことないから、ちょっと後で行くのありかもしれないですね。台湾6年にいて、有名な、まだ行ったことない台湾のベネチアね、ちょっと後ほど行ってみたいと思います。1軒目の、なんだっけ、豆干豆やばっ、さっき食べたばっかりでもう名前忘れちゃった。でさっきお店にもあった全品漁港、僕ちょっと6年台湾いるんですけどまだ行ったことなくて、今日ちょっとせっかくキーロン来てて海鮮食べたいなと思ったんで、海鮮ってやっぱ漁港じゃないですか。でなんか調べたらバートー2遊館っていう漁港があって、まあそこでなんかいろいろ食べれるみたいなんで、海鮮をちょっと後ほどそこに行きたいなと思って、ちょっといろいろ調べてたら、キーロンにも台湾ハオシンバスっていうのがあって、でなんかそれがその僕が行きたいところ全部こう行けるんですよ。今そこのねバス停にやってきたんですけど、後ろがさっきのキーロンの台北の駅で、でまあ歩いて大体5分ぐらいかなの距離にあるところなんですけど、このバスがですね、キーロンのイエスとか、あとは全品の遊館とかバート2遊館とか、僕ちょっと行きたいところ全部行けるんで、あとフーピンダオコンユエも行けるみたいなんで、ちょっとね、今日はこのバスを使っていろいろうろうろしたいなと思ってまして、来た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 、やってきました。まず最初に行きたいのは、まあ、台湾来て6年、いまだかつて行ったことない台湾のベネツィアに。なんか聞くとこによると、あそこ台湾のベネツィアには日本にもある黒ちくわが食べれるってことなんだよね。ちょっとその黒ちくわも食べながらベネツィアを感じたいと思います。バスに乗って大体15分ぐらい揺られてやってきたのがですね、台湾のベネツィアでございます。こちら、あ、綺麗だな。全然やっぱこの一部だけ見ると全然台湾じゃないみたい、本当に。でなんか昔ここはキーロンの漁港って言われてて、キーロンで一番大きい漁港として栄えてたっていう風に聞いて、まあ、最近はねもうこの台湾のベネツィアになっちゃったんでね、もう観光客の方が多いこと多いこと。これを背にして右側の方に黒ちくわを食べれる場所があるらしいんで、ちょっとねそこに行きたいと思います。行ってみましょう。一百块。一百块。里面有几个？日本，日本。啊，日本的，这日本的口味啦。你是日本人吗？对啊，对啊，对啊。那这个叫什么？奇库啊。奇库啦。奇库啊。那老板可以借我一个吗？好，是你是老板吗？不是，他就是哦。啊，是，哎，真的，就是他，哎，你们是朋友吗？来买这个。
啊，客人的，好热情哦，以为是朋友哎。你也常来吃吗？哦，常啊。那个是有什么吃法吗？直接吃？对，直接吃啊，跟日本一样啊，它现。什么？真的很好吃啊！日本烤的，现烤的。比日本的比较浓一点，我觉得。因为味道，我这边是鸡肉，海边鱼很多啊，是现很新鲜的，对啊，很新鲜的、啊，口感也跟日本的有点不一样，比较硬嘛，みんなマジで優しいわ。食べながらね、ベネチアを堪能したいと思います。ちくわが美味しかったベネチアを離れて、次はですね、海鮮でしょ。やっぱね、桐生って言ったら海鮮ですからね、海辺ですから、ちょっと楽しみなんでね、ちょっと次のバートズーのね、漁港に行って。海鮮をいただいちゃいたいと思います。ふざけてる場合じゃなくて、聞くとこによるとあのパート2の漁港はなんか朝の11時から夜の8時までやってるみたいで、なんか意外っすよね。漁港ってもう朝早く行かないとやってないみたいなイメージがあるんですけど、そこはなんかその観光客の方が海鮮を食べれるようにっていうので、その朝の11時から夜の20時まで海鮮を食べれる場所があるみたいなんで、ちょっとねそこに行って海鮮を食べたいと思います。続いてやってきたのはバードーズ遊館で海鮮を食べます。やば、遊館が駅着いたらあっち側にあるみたいなので、プライベートでジーロンで海鮮を食べるために漁港に来たのはちょっと初めてなのでね、めちゃくちゃ楽しみでちょっとテンションが上がっております。やばいでしょ。漁港だってさっきのちくわもさ、めちゃめちゃ魚の味してすごい美味しかったから、絶対海鮮美味しいこと間違いないでしょ。マジかよ、嘘でしょ。漁港がお休みみたいです。3月1日からなんか建物工事のためにお休みみたいです。嘘、仕方ないですね。これも G モー流用の楽しみの一つですね。そう思うでしょ、君もそう思うでしょね、イカちゃん。あ、なんかベトベトしてたベトベトしてたとりあえずでもね、海辺に来たんでちょっと海をね見に行きましょう。まさかの漁港まで行ったのに海鮮が食べれなかった。くそ、マジで悲しい。パート2の漁港がちょっといつまで工事してるかは説明欄に僕も調べて書いておきますんで、ちょっとねまさかの漁港に行って海鮮が食べれなくて実は結構ショックなんで、ちょっと帰る前にね、やっぱせっかくジーロンに来たんでジーロンイエス行くしかないでしょ。もうジーロンイエスで、まあ、海鮮を食べるのかちょっと絶品グルメを食べるのかをしたいと思います。本当は今日行くつもりなかったんだけどな。ちょっとケンタロウには秘密にしといてください。これ見たらバレるか。シュシュ、ミャオコイエスに行きたいと思います。行ってきます。いや、分かってたよ。土日のねジーロンはもう人が多いこと分かってるんですよ。まずね1軒目見つけちゃった。やっぱジーロンって言ったらね、このシャオジュエンを食べなきゃだと思うんで、ジーロンだまん。あ、でけえ、すげえ。なんかそれイレンペンマン。あ、おしゃいで。あ、オッケーオッケー、だからイレンペン。これが一人分なんで皆さん勘違いしないでください。シャオジュエンがめちゃめちゃでかいんですけど、めっちゃでかくない？俺の親指ぐらいあるんだけど、マジで。じゃあいただきます。もうむっかふんふん、全然新鮮ね。新鮮。ミフェンもすごい水分多く含みすぎてベロベロにもなってないし、ちゃんと口眼もキューキューしてるし、細さもちょうどいいっすね。これ多分ニンニクだよね。ニンニクの味がすごいしてて、スープもすごく味がしっかりしてて、何よりねなんか量が多い気がする。80元なんですけど、これ食べてもうあとね 1,2 軒ぐらい行けたらいいっすよね。ちょっと引き続きいただきたいと思います。前回ジーロンでの動画の後にめっちゃコメントもらった29番のルーローファンですね。ちょっといただきます。確かになんかすごいちょっとこう湿ってる感じなんだ。見て、いただきます。うまっ。ルーローファンじゃないみたい。なんか今まで食べたルーローファンと全然味が違うから、ルーローファンっぽくないっていうか、焼肉ソースかけたご飯みたいな味わいするかも。てかめちゃくちゃ熱くてめっちゃ汗かいてるんですけど、ジーロン ES で食べると毎回めちゃめちゃ汗をかくという、引き続きいただきたいと思います。うん、これは美味しい。
これもね、確か前回コメントでいろんな人からもらってたダーミエンサオとかいう麺なんですけど、何これ、勝手にサオミエンを想像してたけど、なんか全然違う、何これ、リャンミエンでもないのか。いただきます。おいしいけど何かわかんない、なんかニンニクの味がめちゃめちゃ強くて、麺はあったかいんですよ。リャンミエンとかみたいにちょっと冷たいとかじゃなくて、ソースがこれ何味かちょっとわかんないけど、でここもねものすごい並んでますね。人気店なんですね。さすがっすね台湾の皆さん。コメントで来るお店美味しいし、さっきのウローファンも美味しいし並ぶし、このダーミエンツァーも並ぶし美味しいしっていう。ただこれが何なのかがわかんない、不思議な感じ。いや美味しいのは美味しいんですけどね、不思議な感じです。何なのかわかんない。ちょっとさすがにねお腹いっぱいになっちゃったんで、最後はパオパオピンでしょ、やっぱり。うん、マジでうまいわ。最後はこのパオパオピンをね食べながら台北に戻りたいと思います。今日一日台湾ハオシンパスを使ってね巡って、全部そういう観光スポットに行けるからめちゃめちゃ楽だなと思いました。わ、今度こそジーロンにケンタロウ連れてこないとあいつまあ怒るだろうな。帰ります、台北に。パオパオピンを食べながら、あ、もしこの動画が面白いと思ったらいいね登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。